あともう1時間もしないで着きますね。おお、すげえ。ありがとうございます。いや、いただきました。やっぱ嬉しいな、手振ってもらえると。なんかこう、のんびりと走ってるだけで、幸せな気持ちにさせてくれるバイクですね。まあ、かといって、110cc とはいえ、パワーもないわけではないので、全然こう、流れに沿って走ることもできて、いいバイクですね、ほんと。やっぱり本当時間が経つにつれて、紐を登ってきてるせいか、あったかくなってきてるんでしょうね。手も、やっぱ朝方すごい冷えてたんですけど、今は全然寒くないので、気温が上がってってますね、やっぱり。つい見通しのいい道は、ちょっとテンションが上がって、スピードも出がちだと思うんですけども、本当どこでスピード違反取り締まり、まあ通称ネズミ取りってやつですね、やってるかわかんないんで 皆さんもどうかお気をつけください。バイクだけでなく、車の運転もそうですね、本当捕まっちゃうんで、お気をつけください。どこでやってるかわかんないですからね、本当に。もうこの前も地元の割と大きな道路を走ってたんですよ。で、一番僕左側走ってたのかな？で、右側をですね、おそらく、僕その時 R3 乗ってたんですけど、おそらく原付ですね。原付一種と呼ばれる多分 50cc 以下のバイクが、まあ、右車線の方から結構なスピードでぐーんと加速してって、追い抜いてったんですよ。で、ああ、追い抜かれたなぁ、なんて思って、まあ、自分の、なんていうか、スピードで普通に走ったら、ちょっと走った先で、そのおまわりさんが大きい止まれっていう旗を持って飛び出してきたんですよ、道路に。えっと思って、ちょろみたいな感じで、え、自分かなと思ったら、そのやっぱり追い越してったお兄さんが止められてましたね。おそらく、その僕追い越した、まあ、らへんに多分計測装置かなんかが置いてあって、で、多分それで引っかかって、まあ、にしてもあの止め方はすごかったですね。もう本当に思わずかバッて飛び出してきて、止まれーみたいな感じで。あれ、めっちゃ怖かったですね、あれ。あ、そんな止め方もあるんかみたいな思ったんですけど。いやはや。まあ、そんなこともあるんで、やっぱ運転中は気をつけた方がいいですね、いろいろ本当に。幸いのことに今のところまだおまわりさんのお世話になったことはないので、これからも、そうですね、安全運転、心がけていきたいと思います。あ、味噌おでん。ああ、いいですね。ああ、素晴らしい響き。素敵な響き。スピードは控えめに。はい。カーブ多し。はい。気をつけます。小諸、出てきました。あと42キロ。よーし。やっぱりチェーンをつける、その待避所みたいなのが、左側にたまにあるんですけど、やっぱり、味噌おでん食べ放題 気になるなぁ。やっぱこう、待避所があるように、冬の時期は、結構雪深くなるんでしょうなぁ。ほんとこのタイミングで来てよかったですね。やっぱこれ以上、冬の方になっていくと、やっぱ行けなくなっちゃうんで、この山と山の間をこう走っていく感じ、そしてちょうど紅葉の季節でもありますので、山の方を見るとですね、ところどころ色づいていて非常に綺麗です。こういう何ですかね、金属のところが結構滑るんですよ、バイクって。なので、よいしょ。気をつけながら。ああ、綺麗ですね。あ、すごく綺麗です。ああ、いいですね。まさに紅葉ですね、ほんと。おお、登る。登る。朝飯適当定食。適当定食。何が適当なんだろう。気になるな。なんか、なんだっけ、いい加減な意味の適当なのか、それとも、これぞ定食という、これぞじゃねえ、これぞ朝にふさわしい定食や、みたいな感じで。どっちなんだろう。多分後者なんだろうな、おそらく。ああ、綺麗だな、ほんと。赤やオレンジ色に、綺麗に色づいてますね、ほんと。
トンネル内は本当にスピード感覚がおかしくなるんですよね。同じ風景が続いてるせいなのか、すごく遅く感じちゃうんですけども、意外とスピード出るので、ぜひ皆さんもお気をつけください。全然なんか、むしろ失速してるんじゃないかって思っちゃうことあるんですよ、トンネル内って。だからといってスピードを上げちゃうと、その自分が思ってる以上にスピードが出てしまって、それが事故につながったりとかもあり得るので、僕自身もそこは気をつけてますね、本当。あれ、佐久市ってことはもう長野入ったのかな？入ったっぽいですね。長野県まで来たなぁ。カブで。ありがとうございます。いや、いただきました。この先コスモス街道、あ、これですね。コスモス、コスモス終わっちゃってるよな、きっと。もうちょっと早く来れば見られたのかな？あれ違うよな。今の花はコスモス。じゃないよな。やっぱり、シーズン真っ只中に来ないと分かんないですね。ちょっと花に関して知識も乏しいので 今度、ドンピシャな時期に来てみたいと思う。あ、でもこの辺なんかそうっぽいな。この左右、特に左側、コスモス咲いてるんじゃないかな、季節だと。今度、もうちょっと早めに来てみよう。ガソリンを入れたいですね。どっかないかな。よいしょ。は、株に給油するときはですね、センタースタンドを立てた方が、よいしょ。車体がまっすぐになるので、この状態で入れます。株のガソリンタンクは、この下に、ベコってやるとありまして、ここに、キーを挿して、回して、くるってやると、ポッとここですね。こんな感じで。給油キャップを貸してもらって、レギュラー満タン。OK。レギュラー。これ垂れるんで気をつけながら、置いて、よいしょ。タンクがちっちゃいんで、あんま勢いよく入れるとですね、ドババババッとこう外側に出てくるんで、ちょろちょろ入れるのがいいと思います。こんなもんかんですかね。よいしょ。あ、足りちゃった。で、閉めて、回して、するとこう取れなくなるので、OK です。はい。今、E なんですけど、キーを回すとですね、こう、ぐーっとこう、メーターが上がっていくこの感じも 好きですね。もうちょっとですね。で、ひとまず最初の目的地の道の駅に到着します。ちょっと休憩したら、小諸の方に向けて聖地巡礼ですね、していきたいと思います。さて、もうすぐ道の駅の入り口があるはずなんですけども。はい、よいしょ。あ、こいしょっと。